ということで皆さん、最新243話見ましたでしょうか。第243話を一言で言うとすれば、賢弱対高場決着、そしてついにでしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにもジュース回線が乗るほどエグい展開でした。ということで今回はジュース回線最新243話について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で243話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第243話のタイトルはバカサバイバーサンザメ家。前回第242話では高場の術式コメディアンが勢いを取り戻したことで、賢弱の呪霊操術をはるかに超える凄まじいパワーを発揮。賢弱もギャグ時空に付き合うもののダメージは蓄積し、対策としてなんと高場とコンビを組むことに。そんな中で注目の第243話は高場と賢弱の奇妙な戦いの幕引きとともに、高専最強のあの人物が登場します。そんな第243話の考察テーマは大きく、高場と賢弱の漫才、コメディアンの最後の輝き、乙骨ユータ九州、ブギウギのコピー、賢弱の最後の施策、今後の展開、それでは考察をお楽しみください。前回第242話で行くぜ相棒と言いながら満員の観客が待ち構えるステージへと向かった賢弱と高場。術式コメディアンの最大の効果の一つが魂の共鳴であることからも、お笑い番組に造形が深い二人が同時に思い浮かべたのは、おそらく2023年12月に開催される予定のお笑いのですね、電動番組 M1 グランプリをもじった C1 グランプリです。さらに最初の一文でファイナリストであることや、審査員として松本人志さんや上沼恵美子さんらしき人物がいたことから、これはどう考えてもですね、 M1 グランプリの決勝戦のシミュレーションですよね。そして2人がやってるのは、昔話に現代のテイストや情勢を少しずつ入れて、そこの違和感を笑っていくスタイルです。これはですね、博多華丸さん大吉さんのコンビがよくやっていた、お父さんが息子に変な昔話を聞かせる漫才にかなり近いです。また賢弱が1000年前の人物で、高場文彦が現代の人物なので、その意味でも古いものと新しいものを混ぜて笑わせるという漫才のスタイルは2人にこの上なく合ったものなのかもしれません。そんな昔話ネタの漫才を審査員も爆笑し、何より高場と賢弱が熱中しながら進行していくんですが、おいどうした、いや終わっちまうんだなって、夢の舞台、今となっては笑いの和の字も分かってねえだろって、お前の顔ファンすら愛おしい、終わりたくねえ、終わりたくんねえよ、泣くなしらけちまうだろ、もういいよ。大舞台での漫才を終えるとともに、高場文彦の術式コメディアンの大規模な現実改変能力は終了し、ドリフのコントでよくやっていたような死に装束に身を包んだ高場が横たわっていたんです。これは高場の死を術式コメディアンの効果でギャグ調に修正したものだと思われますし、術式のとんでも効果で生き返る可能性も全然ありますが、とりあえずは高場は死んだものとして話を進めます。余談ですが、前回も考察した通り、高場の活躍会のタイトルがボボボーボボーボボのアニメ主題歌バカサバイバーの歌詞をなぞっていることが分かったんですが、サビの部分の歌詞が生き残れ、勝ち残れ、成り上がれ、舞い上がれ、泣きわめけ、さんざめけとなっていて、それぞれ第240話の副題生き残れ、第241話の副題勝ち残れ、そして第242話の副題舞い上がれと一致しています。そうなると歌詞の飛ばし方から、今回のタイトルが泣きわめけ、さんざめけのどちらかになって、それで高場が退場するといった予想をしていましたが、残念ながらその予想は当たってしまったので、その意味からも高場は退場したと見ていいでしょう。この高場の死について何が起こったのか、次の章で考察したいと思います。だがこのままでは私は負ける。彼にとってはシミュレーションでしかない。数々のシチュエーションで着実に私にはダメージが蓄積していく。前回第242話で高場文彦の術式コメディアンの凄まじい効果によって、特級判例悪老を大竹を一撃でバラバラにされたことに加え、ギャグ時空のダメージを受け続けた賢弱はこのままでは負けると悟ります。そんな中で始まった C1 グランプリですから、この漫才こそが賢弱の高場打倒の策だったと言えます。まず重要なポイントとして、高場の術式効果中に暴力は無意味なことが挙げられます。これは彼のお笑い欲が満たされるまで終わらない、暴力では決着がつかない戦いならば。賢弱もこう考えていたように、基本的に術式コメディアン効果中は高場文彦が思い描いたこと、そして賢弱が高場に共鳴したことしか実現しません。そして高場は赤はお笑いではご法度という理屈に基づいて血を見る戦いが大の嫌い、そして高場との戦いで血を流す現実の戦闘は無意味なんです。つまり
いダメージを与えて殺すという戦いの本中の基本が高場には通用しない。しかし高場が死や終わりを思い描けば話は別です。高場のコメディアンは高場が受けると確信したイメージを実現させる。第173話での説明によると、コメディアンは高場のイメージを実現させるというのが基本効果。さらに高場自身は術式効果を認識していません。賢者はこの穴を突き、高場に満足したから死んでもいいと思わせることに全力で舵を取ったと思われます。そして第241話で描かれた通り、高場の心残りはお笑いでてっぺんを取ること、そして気心知れた相方を得ることです。もちろん賢者はこの高場の過去を知りませんが、おそらく高場の言動やネタの種類から M1 グランプリ、元 C1 グランプリに憧れている芸人だと当たりをつけ、高場の相方となって C1 のファイナリストとして爆笑をかっさらうことで、高場を満足させることで術式効果を終わらせ、さらにもう死んでもいいと思わせることに全力を注いだ。その結果、高場は芸人としてイメージする限りの頂点、 C1 のグランプリのファイナリストになるというですね、大きな夢を叶え、死んでもいいと思ったことで、自らの術式効果によるイメージの具現化により死んでしまったのではないでしょうか。それを裏付ける根拠として、高場がですね、白装束に身を包んだことが挙げられます。というのも、先ほども軽く触れた通り、この白装束はドリフの葬式コントでよく着ていたお笑いにおける死の象徴です。血の一滴も流さず、高場が好きなドリフの死に装束に身を包んでいること自体が、高場の術式コメディアンによるですね、受けると思ったイメージの実現だという最大の証拠。五条悟にも届き得る規格外の呪術師、コメディアン高場文彦知る。術式コメディアンが五条悟などの死者復活や、賢者の求める日本人1億人の呪力をはらんだ呪霊を実現するのではないかというですね、様々な予想がされてきましたが、最も術式効果を活かせる高場が死んだことで、その可能性は完全に低くなったと言えるでしょう。しかし高場がですね、賢者を術式コメディアンの中に取り込んでいたことで、賢者が最大級の警戒をしていたはずの高専メンバーを接近させることを許したんです。そう、特級呪術師最後の一人、乙骨優太。ありがとう君、超面白かったよ。術式コメディアンの残り火か、賢者と死んだ高場がお笑いをやりきったことを称え合ったその直後、賢者の背後には刀を構えた乙骨優太の姿がですね、突如として出現。賢者はアンチグラビティシステムの術式反転による超重力を発生させようとするも、乙骨の正体不明の能力で2人の位置は入れ替わり、なんと乙骨の刀の一線で賢者の首は切り落とされたんです。なぜだ、あの呪力総量の大きい乙骨だぞ。なぜ気づかなかった。そうか、邪魔されたくなかったのか。高場文彦は戦略的にやったわけではないと思いますが、人生最後の晴れ舞台である C1 グランプリのシミュレーションで賢者との漫才を邪魔されたくなかったからか、賢者の呪霊操術による呪力感知すら完全に断絶するような境界を高場は作り上げていたのか、あるいは魂の共鳴により高場と賢者2人だけの邪魔されない空間を作り上げたのかもしれませんが、まさに五条悟にも対抗できる術式、現実世界におけるあらゆる呪力の流れも遮断するような凄まじい術式だったといえ、対賢者戦において高場文彦は間違いなく MVP 級の活躍をしたと言えるでしょう。また賢者も高場文彦に思うところがあったのか、乙骨の呪力感知を遮断していたことにはそうかと納得していたので、この何話かで描かれた高場との奇妙なシンパシーは嘘ではなく、賢者なりに友情のようなものを感じていたのかもしれません。話を元に戻して、高場さんは人を殺せませんからというですね、乙骨の言葉から分かるように、乙骨は高場の人となりについてかなり確信をついたことを言っているので、やはり決戦準備の1ヶ月の間に四六級のメンバー同士で手合わせや特訓のようなものをしており、そこで乙骨は高場と親交を深めていたものと思います。そしてその特訓の末に賢者には高場をぶつけ、後詰めとして乙骨に奇襲させるというですね、作戦になったのかもしれません。こうして乙骨ユータの奇襲は様々な偶然も重なって見事に成功し、乙骨対賢者の因縁の深さもあって、長めに描かれると思っていましたが、なんと一瞬で蹴りがついてしまったんです。しかし乙骨ユータといえば、ただ一人生き残った特級術師であると同時に、未だ明らかになっていない領域展開や犬巻トゲとの打ち合わせの内容など様々な謎が残っており、それは宿儺や賢者との戦いで明かされると思っていましたが、まさかの賢者瞬殺。一体乙骨の底はいつ見られるのでしょうか。まだですね、宿儺が残っているとはいえ、そちらはもはや虎杖悠仁に因果関係が収束しているので、乙骨の出番はないようにも思います。となるとやはり賢者を倒した後に出てくる何かが乙骨の最後の戦いの舞台と考えられますが、それについては後ほど考察したいと思います。
また今回の乙骨ユタが剣弱を奇襲するために使った位置を入れ替える技ですが、これは皆さんも予想していると思いますが、東堂葵の術式ブギウギのコピーの可能性が考えられます。というのも厳密にですね、発動方法こそ違うものの、カーンという音とともに乙骨と剣弱の位置が入れ替わり、剣弱のアンチグラビティシステムのですね術式反転は空に向かって空振りし、乙骨の刀だけクリーンヒットをしているからです。そして乙骨は刀で両手が塞がっているので、発動条件は乙骨の両手を叩くことではないと思いますが、そうなると戦闘描写から考え、見えていないリカが手を叩いたか、あるいはですね、東堂がかつてブラフで言っていたような魂の喝采により拍手なしで発動したのか、いずれにしろですね、発動条件を変更したブギウギの応用技まである可能性が高く、乙骨はかなりのレベルまでコピーした東堂の術式を使いこなしていると言えそうです。そして乙骨ユタが東堂葵の術式をコピーしたと仮定すると、1ヶ月の準備期間で乙骨がやったことを予想できます。それはですね、術式を持った光線側の術師の肉体の一部をですね、可能な限り食べること。仙台コロニーで石氷が推測していたことが当たっているとしたら、術式コピーの成立条件は相手の体の一部をリカが取り込むことです。そして222話で乙骨はですね、犬巻にありがとう使わせてもらうよと言っているので、今回のブギウギのコピーと合わせると、やはり戦力をですね乙骨に集中させるため、後方支援に回る術師の術式を片っ端から乙骨ユタにコピーさせていたと考えると、納得がいきますよね。呪術廻戦が数々のオマージュをしているハンターハンターでも、幻影両団団長のクロロ・ルシー・ルフルがヒソカを殺しきるために団員をはじめ可能な限り能力を収集し戦いに臨んでいました。今回の乙骨の様子からも、クロロと同じくありとあらゆる能力のコピーをしている可能性が高く、それゆえ乙骨は全ての事象に対応できる保険、言い換えればジョーカーとしてギリギリまで待機していたと思われます。道半ば残念だよ。だが私の意思は受け継がれる。乙骨ユタの奇襲により首を切り落とされた物語の黒幕剣弱。道半ばで残念だとは、千年続く目的が果たせなくて残念だという意味だと思うので、剣弱は生き延びる手段を持っておらず、このチャンネルでも何度か予想してきた脳を入れ替えて体を乗っ取る術式の発動シーンが酒場や乙骨に向けて行われることはなく、つまり剣弱はこのまま死ぬということが読み取れます。しかしそうなると続く、だが私の意思は受け継がれるとはどういう意味なのでしょうか。繰り返しになりますが、剣弱自身は死ぬことが読み取れるので、この意思が受け継がれるというのは、剣弱があらかじめ自身が死んだ時のために張り巡らせている何かの策であると思います。そして剣弱に関連する事柄は、剣弱が物語の黒幕であることから、とても両手で数えきれないほどありますし、剣弱について全てが分かっているわけではないので、なかなか予想が難しいんですが、意思を受け継がせるとなると、ある程度候補が絞れてきます。思いつくところで言うと、剣弱の息子であるイタドリユウジ、剣弱の作った受胎クソーズ、剣弱と何かの縛りを交わしているスクナ、剣弱と共に行動していた裏梅、剣弱が呪霊操術で取り込んだ天元、剣弱が誕生を目論む1億人の呪力をはらんだ呪霊、この6つが意思を受け継がせる可能性が高い候補でしょうか。もちろん天元と同じく呪霊操術で取り込んだ真人や、死亡直後の状態で止められているですね釘先のわら、仙台コロニーでの闇落ち描写がすっかりどこかに行った三輪霞など、可能性が少しでもある候補ということなら、それこそ埋挙にいとまがありませんが、剣弱が千年間であらかじめ練っていた死後の事前策としては、あらかじめ計画に組み込んだであったと思われる先ほどの6つの候補の中のどれかではないでしょうか。また最後のコマで剣弱が血管を浮き立たせながら何かをしようとしていることからすると、剣弱の脳を入れ替え他者を乗っ取る術式に関連したものであるかもしれません。そうなると遠隔で何かしらを仕込めていた可能性が高い虎杖悠仁や長宗などはかなり危ないと言え、あるいは術者の命と引き換えの縛りで自身を脳の術式と無意天変で1億人の呪力をはらんだ呪霊のベースに作り替えるといったこともトップクラスの呪術のスペシャリストである剣弱なら可能なのかもしれません。このパターンの場合、その真意がよくわからないまま剣弱に取り込まれた天元が思考をいじられ真のラスボスとして権限するといった展開も大いにありえそうです。ともあれ剣弱は他のどの人物とも違い、千年もの間ありとあらゆる策を練ってきた人物なので、僕たちの予想など及びもつかないようなとんでもない意思の継承を行う準備をしていたのかもしれません。
最終決戦の感じが出ていたことで賢者との戦いももっと消耗戦になるかと思われましたが、坂場文彦と賢者の魂の共鳴など偶然も重なり、なんと電撃作戦で賢者を倒すことに成功。そしてラスボス候補である賢者が倒されたことで、ますます呪術廻戦は混迷を極め、かなり最終回に向けての筋道が不透明になったと言えます。ただし賢者が今回の最後で言っていたことから多少の展開は予想可能です。道半ば残念だよ、だが私の意思は受け継がれる。この私の意思は受け継がれるという言葉から今までの創作物を遡ると大きく2つの展開が予想できます。1つ目に賢者が既存キャラをラスボスに変える展開、2つ目に賢者の意思を継いだ新キャラが誕生する展開です。では1つずつ見ていきましょう。まず1つ目の賢者が既存キャラをラスボスに変える展開について、これは最近の作品でいうと鬼滅の刃の鬼舞辻無惨が思い浮かびますよね。私の思いもまた不滅なのだ、永遠なのだ。私はこの子供に思いの全てを託すことにする。無惨は鬼殺隊の思いをつなぎ継承した果てに自身を倒したという事実に感動し、自分も同じく思いを継承しようと釜の炭治郎に全ての血を注入し自らの後継者にしようとし、いわゆる鬼の王と呼ばれる最強最悪の存在が生まれかけ、これが実質鬼滅の刃のラストバトルでしたよね。またジョジョの奇妙な冒険では第1部の主人公ジョナサン・ジョースターの肉体がリオに乗っ取られ、その後第3部のラスボスとして暗躍することを考えると主人公の肉体がラスボスになるという展開の前例とも言えますし、ゲームだとメタルギアソリッドシリーズでは協力者だと思われていたマスターが実は主人公ソリッドスネークの兄弟にしてラスボスのリキッドスネークだったなど、味方キャラクターがラスボス化するという展開は実は創作物ではかなり伝統的な手法です。その意味でいくと先ほど挙げたように虎杖悠仁、長宗、三輪霞など賢者と関わりがあったり不穏な伏線が残るキャラクターが実は賢者に脳や意識を改造されていて、それが賢者の死を条件に発動するなんて展開はかなり理にかなったものです。この場合ですね、スクラとの戦いが続く現状すぐに発動するというものではなく、不穏な描写を残したまま虎杖悠仁対宿儺に場面が変わり、それが終了する間際の最悪なタイミングで発動するのが今までの呪術廻戦の心を折る作風的にも自然ですよね。次に2つ目の賢者の意思を継いだ新キャラが誕生する展開についてです。これもやはりジャンプ王道作品でいくつかの前例が見られます。例えばナルトでは内葉マダラがラスボスかと思われていた矢先、決戦の途中でいきなりクロゼツがマダラを殺してかぐやを復活させ、そのままかぐやが事実上のラスボスとなりました。またヌラリヒョンの孫では強大な敵として立ち戦っていた羽衣ギツネがなんと平安時代の陰陽師安倍の生命を出産という形で誕生させ、安倍の生命が新キャラ兼ラスボスとして陸王たちの前に立ちはだかりました。このように強敵の手により新たなラスボスが生み出されるという展開もジャンプ作品では多く存在しています。よって賢者が自分の死後のことを考えて何らかのシステムをすでに構築、そして賢者の死をトリガーとして新キャラが登場する可能性も大いにあって、呪術廻戦のラスボスが宿儺ではなく賢者により新たに生み出された新キャラとなったり、あるいは平安時代の何かが現世に降臨するといった展開もあります。こちらの新キャラが誕生する場合には早ければ次週には何かが登場し、乙骨ユタがかませとしてその何者かに敗れ新たなラスボスの脅威を読者に知らしめるといった展開がある意味王道だと言えます。以上ですね、賢者の死後現れるラスボス候補について2通りの可能性を見ましたが、賢者が生み出す何者かに関しては後日より深く考察してみたいと思います。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。